はい、皆さんこんばんは、和道です。今日は、2018年3月の30日、夕方の16時39分です。よろしくお願いします。カイホが家に来てます。こんにちは、海保です。よろしくお願いします。はい、和道通、エデンさんいらっしゃい。おはよおう。寝はよ起きだわ、う。俺。おはよう。おう、ノンラブ、久しぶり。お疲あ、れ。ノンラブちゃん久しぶりだね。ノンラブ知ってんの？あ、あ、そっか、リスナーでわかるのか。分かる分かる。あ、カイホさんこんにちはって、ありがとう、いらっしゃノンラーい。ブ最近頑張ってんの？配信。ツイッターは見てたけど、配信見てないな、最近。なんか、のりこからね、ノンラブちゃん、最近も元気だよって聞いてたけど。はい、金魚鉢さん、こんにちは。こんにちは。はい、かきぴさんいらっしゃい。4月から頑張るんだ。オッケーオッケー。コメントピアがなんかおかしいな。誰か長文連打してくんね、長文。ちちちちちとかでもいいんじゃ長ない？文連打してなんくんかね。長バ文カあ長りがとう。文あーとか誰か長文連打してもらってもいいですか。幅が知りたい。ありがとう、エデンさん。ありがとう。サンキュー。こんな感じで OK かな。見えやすい、見えやすい。りがとう。ありがとう。サンキュー。おはよう、みんな。おはよう。はい、初めまして。おはよう。あ、カキピー、本当に嬉しい。絡み面白かった。昔のやつでしょ？ヒーリングか、多分リア突の時のあやつのことだと思うけど、ー、うん、解放が面白かったのはその時の2回だけだから。 ひどい。序盤面白かったんだけど、リスナーに買い殺されてキャラが潰れたんだ。そう、リスナーが面白くなくしたんだよ、解放。そんな昔ことはな抜い。群、いや、そんなことあるでしょ。昔の解放めちゃめちゃ逸材だったから。あ、マねカロン、あ、来てくれえ、た。昔面白かったよね。リスナーが変な入れ知恵して、配信者のキャラを潰した典型例だよ、あれ。そう。まあ、そこもセンスだよな。どのコメントを拾ってどういう風にやっていくっていう。そこもセンスだよ、配信者。あ、マッサージでゴロンってなるのも面白かった。あ、本当に赤さん。そう、何でもかんでもね、だから結局さ、配信者なんてさ、そう、食ってけないとっていうか、閲覧取れないと死ぬわけじゃん、正直。だからね、なんかね、変なアドバイスをね、するなって言いたいよ。そんな責任取れないようなこと。やっちょも絶賛してたね。まあ、もう無理でしょ。無理とか言わいないや、で。もう面白くないでしょ、路線では。あれは解放のリスナーが解放を殺したんだよ。はい、こんにちは。こんにちは。まあ、難しいよな、どうやって持っていくのか。あ、この前、その、レッツノートから試しで配信したの、テスト配信。何持ってんの？レッツノート持って、もうあ、すだでかに。ら、A 氏から持ってきてくれて、はい。そしたらね、メイク配信やっぱ需要あるね。メイク配信解放の。一応、メイクアップアーティストなので。需要があるって何？閲覧が伸びたってこと？伸びた伸びた。どれくらいまでいったの？やっぱ20人ぐらいかな。
まあ続けりゃいいよ、うん、伸びるってことはニーズがあるってことだから、何かしらの、そうだね、うん、そう伸びてるのに従って、伸びなくなったら別のことやればいいんだよ、うん、徹底的にやるべきだよ、うん、解放彼女じゃないわ、彼女です。彼女です、新彼女。知らねえよ。はい、おはよう。じゃあ、弟子。弟子。今のは冗談。全く育たない弟子。ていうか弟子って言ったらさ、普通さ、その配信者のさ、イズムみたいなの継承するじゃん、普通。金梅イズムとか佐野イズムとか。俺らしさを全く継承してないっていうのがすごいでしょ。どこが和道の弟子なんだっていうね。バニー、わかんないな。覚えてるっていうか、絡んだことないですね、僕。手妻さん、いらっしゃい。絡んだことないですね。全然わかんない。っていうか、もう絡んだ配信者、過疎配信者でよく俺のこと忘れたのかとか言う人いるんだけど、俺が何百人と絡んできたと思ってんだよって。お前、街中ですれ違って声かけられた人数覚えてるかって言ったら、覚えてないでしょ、みんな。だって。例えば普段言ってるセブンイレブンの店員さんの名前覚えてるって言うと、もう分かんないでしょ。俺が言われてんのそんな感じだからね。分かんないよ、正直。印象に残ってる人は覚えてるけど、うん、全然分かんない。何、それがどうしたの。バニーってやつが何なの。お邪魔します、いらっしゃい、こんにちは、解放です、よろしくお願いします。何なの、そのバニーってやつが何なの。バニーってやつが何なの。はい、フォワードに殴られたかい。殴られてないよ。目は腫れてんのはね、寝起きできたから、寝起きで急いできたからね、腫れてる。じゃあ太りすぎなんだって本当に。そうだね、太っちゃったね、うん、マジで太りすぎ、うんうん、それあれ病気になるよ、うんうん、運動したの。運動しよう、うん、ウォーキングしよう。ウォーキング配信見ながら、うん、拡散されないよ。もう鉄間のね、価値観古いんだって。ニコ生の中期くらいのノリなんだって。もう時代変わったんだって。古い。鉄間のノリは古い。もういつまでもあれだよ。そんな古い考え方してたら取り残されるよ。そんなことやってる配信者なんかいないよ。殴られたって言えば拡散されるのにって、そっか。されねえよ。やられました、うん、2発やられました。どうしようかな今日。明日企画が1本あって、夕方から企画1本あるんだけど、今日暇だな。明日は何やんの。明日ね、なんか生主が集まってカラオケ大会やるんだって。嘘。誰が一番歌うまいのかっていう。行きたい。でも参加費5000円だよ。だからその六本木でもう日本一高い
なんかすげえ高級なカラオケルームで、うん、数十万かけたっつって出る。あ、本当に。多分日本で一番高いカラオケボックスなの。マジか。六本木でそこで飲み放題食い放題で5000円だって、で来たい人いたらって言われてるけど、まあいないと思うよっつって、うん、金余裕あんなら来ればいいじゃん。あ、さっき銀行行って下ろしてきたからちょっと余裕ある。あ、そう、うん、でもまあどうだろうね、うん、なんかチャンスはないと思うけど。あ、チャンス、あの配信映るとかないと思うけど、わかんないけど、金かかんない企画にあバンバン出た方がいいんじゃない、わかんない。まあ行きたかったら来ればいいし、うん、うん、え、六本木のなんて店とか覚えてる？店とかわかんないけど集合するでしょ。もうだって便所さんとか TJ さんとか大手配信者いっぱい来るよ。あ、本当？うん、すげえいっぱい来る。トムソーヤ池上も呼ばれてるってよ。あ、本当に、うん、いや安いと思うよ、飲み放題食い放題で。ただまあカラオケ聞いてるだけになると思うけど、リスナーさんは、まあ、来たい人いたら全然声かけてください。でもさ、そんな豪華なラウンジだったらそこに入るのに5000かけてもいいぐらいかもしれない。いや、だからテルが持ってるんでしょ。だから飲み代食い代だけは負担してよってことでしょ、うんうん、だっていくらっつったら30万とか言ってたよ、そのレンタルするだけで。レンタルで、うん、おー、だから1人頭割っても多分2万、2万もしない、30万だから、うん、まあ1人1万とかかかんじゃないの普通に、うん、そこ高くて有名だもん。あのプールとかがあるのよ。その部屋はプールないと思うけど、うん、プールがあって裸でカラオケとかキャバ嬢とかと歌うような、わお、だからその六本木の富豪たちがなんかそこでアフターで使うような店だから、うん、そうそうそう、めちゃめちゃ高いよあそこ。そうなんだ、うん、金持ってるよな、企画に30万かけるのもんな、すげえよな。でもだって月収150万のテルさん、テルは先月190万っつってたけど、190、すごい。多分その裏から支援もあるだろうし、グッズとかもあるから、うんうんうん、いや何時間で30万か分かんないね。でもまあそれくらいかかるよあそこは。お、一番の大部屋だったら普通の 5,6 人のカラオケルームでも2時間5万とかかかるところだから、多分相当客呼ぶから、配信者だけで多分20人ぐらい集まるんだよ明日。で1回こと3回ぐらい断ったんだけど、うん、なんか来てくれって言われて、人数が足りないのかなんなのか、穴が出たんでしょう多分、キャンセルが出て、で金ねえよっつって、でうちのリスナーさんもあの来ないよっていう多分って、うん、あそれでもいいから来てって言われて、うんうん、ワドさん歌う予定の曲とか決めてんの？何歌う？何がいいかな？ユズ？え？ユズ？ユズ？さよならバス。さよならバス？面白いのそれ。何歌おうか明日。明日だから俺の枠じゃないから、うん、人の枠で歌うから、うん、何歌う？何歌うかね。長渕？なんだろうね。いやだからユーミン、わかんないけど普通に歌おうかなと思って、あんま出しゃばんないで、うん、出しゃばると嫌われるから、帰れ帰れって言われるから、また、うん、気分悪くなるだけじゃん、うん、あの格闘技の時にセブさんって何、帰れ帰れ言われてた？言われてた。本当に言われてた？でもあれはわざとだからね、鮫島さんがそういう風に持ってったから。あ、そっかそっか、うん、それだったら、ね、真面目にミスターチルドレン何が聞きたいの、みんなは。人の枠で何歌おうかね。ねえ、何が一番いい。まあ俺は付き合いで行こうと思ってるから、あんま出しゃばんないでおとなしくしようと思ってるけど、うんうん、私歌ったらダメかな。いやだからその20人30人で歌ナンバーワン決定戦だから、あ、うん、やっぱりお声がかかってないのに出しゃばると嫌われるっしょ、うん、そこで、まあ、流れでさ解放も歌いなよって言われたらいいかもしれないけど、うんうん、そういうのはやっぱダメでしょ、マナー違反でしょ。なるほど、うん、米津玄師だったらドーナツホールしかわかんないな。米津玄師か、ドーナツホールはいい曲だよね。カエルコール、いやバンコールと叫ぶファン心理、
まあカエルコールはまあまあ、あの配信者からしたらまあまあ悪くないよね。そんなにそのツバニャンも言われる、俺も言われるし、鮫島さんも言われるし、まあ知名度だよね、キャラクターと。だね、テルのところのねリスナー TCP はねちょっとねあの囲いすぎだよな。本気で言ってるから帰れって、ノリで言ってないから、うん、あ、ノリじゃなくて本気で帰れって言ってるしあれはちょっとねブッキングして、あれはねゲスト気分悪くするよ、あれはダメ。 C さんお疲れ。お疲れ様でーす。 C さんお疲れ。フットサルの時毎回言われてたから、 DM 来るからね TCP から、映らないでくださいとか。本当に本当に本当に、え、だって呼ばれてんのに、呼ばれてんのに。そうねえ、何の得もねえからさ、うん、あれは良くないよな。うん、解放いるよ、うん、解放です、こんにちにゃー。うん、あー、それはあるね。あの稼ぎはいいってもんじゃないよね。うん、映るなはダメだよ言ったら。だってテルが呼んでるんだもん。そのテルの考え方に反してるっていうのはおかしくない？いや、俺がテルに何かやったんだったらわかるよ。テルに悪口言ったとか、テルを殴ったとかさ、場の空気壊したとか。俺フットサルの時そんなこと一回もやってないわけじゃん。あ、カイホさんってありがとう。だからクソマナー悪いなと思って。あれテルが悪いんじゃなくて、あそこのリスナーのね一部の層が悪い。 TCP は一部の人間が勘違いしてるね。そう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 、え、自分が推してる配信者が招待してるマナーも下手。そこはマナー守んないダメでしょ。だってテルが呼んでるわけだから、テルの考え方に、だからそれが気に食わないんだったらその放送見なきゃいいんだもん。そのリスナーがテルだけ見たいんだったらテルの雑談見ろよって感じだ。うん、ありがとう。はい、おいっす、いらっしゃい。カイホさんタオル着てるの、いや、パーカーと T シャツ。パーカーと T シャツ。ねえ、そうだよね。はい、ワドツー、ヤナラッキーいらっしゃい。ノンラブちゃんは自分の名前がノンなの、それとも、じゃあもともとは、じゃあもともとノンって名前だったの、うん、でノリコはノンちゃんノンちゃんって呼ばれてたから、うんうん、一時期ノンラブちゃんが俺の放送結構書いてくれてたじゃん、うん、そしたらノンが2人いるから、うん、あのリスナーさんがノンちゃんって言うと、うん、ノンラブちゃんがはーいとか言ったりとか、ノンラブちゃんにコメント書いてるのに後ろでノンちゃんが、うん、私はとか言って、もうわけわかんないことになっちゃって、うん、でもう本当に申し訳ないんだけどってノンラブに聞いたら、うん、あのもうノンちゃん固定化しまくってるから、この放送でノンちゃん以外に変えたらもう無理じゃん、うん、で相談したら普通に変えてくれたの、優しいから。だ、私はノンラブにするよって自分から言ってくれて、うん、そう、コテハン変えてくれたの。だから俺すげえ感謝してるんだよね、ノンラブね。そうで、ノンアットマークラブだったんだけど、それでもノンちゃんって呼ばれちゃうから、うん、でだからあれ俺のせいで変わっちゃったんだよ。そう、申し訳ないけど、うん、でもノンラブっていいコテハンだと思うよ。うん、かわいい、すごく。だってさ、ほらユイガさんの彼女もノンだし、うん、鮫島さんのお姉ちゃんもノンだったの、でもう一人有名なノンがいるの、うん、だからノリコももともとノンタンだったのよ、だけどもうノンノンって呼ばれちゃってるから、ノンが多すぎるんだよ、うん、ノンが多すぎる。そうだから、すげえ大変なカオスな状態になってたんだ配信。どのノンの話をしてるんだみたいな、うん、去年さ、私にさ、名前ノリコに変えろって言ったの覚えてる？あ、だからノリコと別れたからノリコに変えろって言ったんだよ。それは面白いじゃん。うん、うん、いや、ワドラブはいらないよ、うん、ワドラブ、うん、それは面白いじゃん。の2代目のりこ、うんうん、3代目のりこ、うん、そういうバカなノリは面白い。あ、そっかそっか、うん、そうそう、いやでも気使ってもらって悪かったなと思ってるけど、ノンラブはいい小手半だと思うよ。結構すごい可愛いと思うよね。キャラに合ってるし、うん、うん、いいと思う。サムネにも合ってるね。合ってるよね、うん、キャラにも、うん、
コテハン結構大事だよね。解放もいいんじゃない、ひらがなで解放。あ、本当？あ、でもね、なんかね、リスナーから聞いて、うん、あ、ありがとう、パフェありがとう、また来てね、シロタン、ありがとうね。あ、シロタン、私のリスナーさん。あ、そうなんだ、うん、あ、ありがとうね。あ、解放のリスナーさん、解放に投げてあげてよ。あの、大丈夫だよ、気使わせてごめんね、これ食ってけねえからこいつ。ありがとうね、シロタン。あの、シロタンだ、解放のリスナーさん、うちで投げなくていいよ、 この子に投げてあげて、解放に。うん、うちはうちで、あの、投げてくれる人いっぱいいるから、あ、大丈夫だから。ありがとうね、でもシロタン、うん、じゃあ私の枠でもよろしくねみたいな。3代目 NRK ってなんだろう、うん、何の話してたんだっけな、今名前の話、コテハンの話してたんだよね、うん、何をしたんだっけな、解放って名前、あ、そうそうそう、リスナーさんが言ってたんだけど、うん、和道開珍ってわかる？あ、あのね、そう、和道解放ってあれ読むんだけど、 そう、うん、そっから解放が取ったのって聞かれた。違うの、もともと解放、私だってツイッターの名前も 3,4 年前から解放。あ、そうなんだ、うん、そうそうそう、和道が好きすぎて和道解放っていう、和道解放っていう貨幣があるのよ、うん、そう、だから そこから解放取ったんじゃないのっていう人がいて。あ、違う違う、あ、違うよね、うん、俺違うって説明したんだけど、うん、私も後付けで知って、なんか誰かから、あ、やっぱ言われるんだ。あ、なんか解放さんの名前の由来は何ですかってよく聞かれるから、うん、今も聞かれてるよ。本当に？だからあれでしょ？名前の由来、心を解放するとか、人を解放するとか、解決の方向に進むとか、辞書で調べるとね、すごいいいな意味ばっかりなのね。だから解放にしたの、うん、そうそう、昔のお金、菩薩さん、ハートありがとう、ハートありがとう、うん、そうそうそう、でもね、相撲取りらしいいい名前だ。ねえねえ、そっちに寄ってきたね、うん、相撲取りらしい、太りすぎだって本当に。本当にそれ本当に膝壊すから心配なんだよ。そうだね、だからこの前チャリです転んでさ、うん、あの両膝いっちゃってでしょ、うん、それ体重維持できないよ、うん、なんでみんな太るんだろうね、うつ病持ってる人って。あ、薬の影響がかなり、薬っていうかさ、うん、あの普段食ってるでしょ結構、しかもさ量食うタイプじゃなくて甘いものばっかり食うタイプでしょ。あー、それはあるかもしれないね、うん、お菓子とか、うん、いや家庭夫婦にしないでやめて、夫婦やめろっつってんの。やめろっつってんの、ほんと殴るよ。、うん、はい、明太ロックさんいらっしゃい。あ、明太ロックリスナーさん、肉食ったら痩せるんだけどね、意外と知らない人多いんだよね、肉食ったら太ると思ってる人多いんだよ、脂肪分とか、脂肪とか太んないんだよ、うん、リリース、あー、そういう意味なんだ、解放、リリース、あ、リリースか、うん、へー、リリー・フランキー好きだもんね、うん、うん、大好き、大好きだもんね、リリーさん大好き、もともとリリー・フランキーが好きで、あのそういうのも追っかけとかやってた、いろんな追っかけやってるもんね、うん、音楽とかもね、ミュージシャンとか、だから自由な感じの人が好きなんでしょ、うん、だからあれなんじゃん、俺の放送ハマったんじゃん。あー、うん、そうかもしれない、サブカル好きだし、うん、うん、まあ、解放は結構そういうの好きだからね、そうだね、わかる、ストレスで食べるっていうかね、薬であの精神薬ってね、味覚があの鈍感になるんだよ、簡単に言うと。だからあの味の濃いものとか、いや、ストレスをね、食で解消しようとすんの。だから極端に痩せる人と極端に太る人のどっちかだよね。そうだね、だから病院行くと大体デブかガリガリかってどっちか、うん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 、そう、味覚は狂うの。そうだね、中間いないね、中間いないよ ね、普通の体型の人あんま少ない、うん、うん、それ嫌よじゃなくていいよ、嫌よじゃなくていいよ、うん、仕事のストレスで現在、あ、そうなんだ、エデンさん、でもね、よくなるよ、うつ病完治はしないんだけど、よくはなるから、希望を持ってね、うん、絶対よくなるから、うんうん、あ、治らないって思ったらダメよ、よくはなる、完治はしないかもしれないけど抑えることはできるの。NG で、うん、来た、でだから NG で書かないでいいよっつったの、うん、別に普通に書きゃいいじゃんって、っていうか俺はさ、その陰で悪口とか言わないでもバンバン表でやりゃいいじゃんって思ってんのよ、うん、気
キモ言われたのんちゃんにダメよ一応 NG ワードは読み上げたらダメよ。あ、ごめん、うん、はいはい、いらっしゃい。アイソノさんだ。イソノさんって何、解放リスナーの？あ、来てくれてる。あ、そうなんだ、うん、へえ。ワレメさん、うん、おー、ワドツー。いや、なんで嫌よなの、なんで嫌よなのあ、違う違う、ノンラブじゃない、ノンラブじゃない、今ノリコが書いてんのだからややこしいんだって。うん、のんちゃんと別れたら海宝と付き合えば、いやー俺は海宝と付き合うのはないな俺は海宝育てないとと本気で思ってるから、うんうん、痩せたらどう、痩せたらとかじゃないね、うん、うんうん、まあ、あー、ハートありがとう、どうしようかな今日の予定。2人でトレーニングしたらいいね。あ、そうだね。あ、お前爪がさ、爪見せてあげて、うん、これじゃボクシングダメだよ、折れる、握り込めないから。どうしたら今切っちゃってもいいよ。ダメダメ、爪切りあれば。うん、和道さん音響、俺はね、あの音はマイクは安いんだ、これピンマイクで、これ2000円のピンマイクなのね。だけどオーディオインターフェースって言って、あのこれ使ってるから、これね1万6000円ぐらいで売ってるから、ヤマハの AG03 って言うんだけど、これを、これすごいいい機械なのよ。配信者の人にみんなね聞かれるんだけど、このボタンを押すとユイガさんか、あのうなちゃんマンの声が出るボタンがついてる。 このボタンを押すとうなの声になるの。どっちの方が好き、うなとユイガさん、どっちが好き、みんなうなかユイガって書いて、このボタンを押すとね、ゆいがさんの声出たり、うなちゃんの声出たりするの。どっちがいい？どっち？どっち？どっちの機能を使ってみたい？書いて、みんな。うな。いやよ、おい、いいだろ。なあ、ヤマハのよ、これよ、いいんだよ。全然ちげえからよ、おい、ケビー。これヤマハが出したんだけど、うなのボイスチェンジャー、え、ゆいがさん聞いたことないの？そう、このボタンを押すだけで、あのうなの声が出るの、すごいでしょ。え、じゃあゆいがさんもやって。ゆいがさん、いやよ、お前便所はよ、お前してくるとか言ってっけどよ、あんなよ、お前素人同士のお前喧嘩誰が見てんだよバカ野郎って、お前便所さ、お前便所太郎だろお前この野郎っつって、うん、誰でも出るからこれ。ヤマハはシャンマンとユイガさん、そうそう、インターフェース、ヤマハ、ヤマハね、うん、そうそう、志村けんがちょっと入ってるんだよね。あ、いいになる、そう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 、だから声、音はいいですよ正直言って、ぼやっきーっぽいねちょっとね、ぼやっきー、そうそう、懐かしい、オーディオインターフェース、うん、だからお金に、これ1万6000円ぐらい。あ、そうなんだ。ただこれがあると、その例えばパソコンの中で YouTube を流して、うん、例えばさ、このマイクで、例えばよく携帯電話で流して、うん、それをここで拾う人いるな、うん、音がぼやっとするの分かる、うん、後ろで流れてる音楽がマイクで拾うとぼやけるの、うん、だけど俺のってバックミュージックぼやけないんだよ。うん、ぼやけない。そうとか、あと楽器をつないだりとか、そのギターあるけど、うん、そのギター配信とかで音はクリアになる、うん、うん、解放なんかモノマネできんの？モノマネ？モノマネ、モノマネはユーミン。ユーミン、うん、え、それトーク？歌？歌、歌か、あー、トーク、もうよ遠い春よ、まぶた閉じればそこにみたいな感じ、うん、いきなりぶっこんでくるから
ね、これ俺どうすればいいのこの。似てる似てない。いや違くて。急出しもなしにいきなりぶっこんでくるからさ、こんなんな、どうしたらいいかわかんねえだろ。いや強引だよね。ごめんごめん。あり松任谷由実の普通のトーク覚えれば、うん、モノマネで松任谷由実の普通のトークで、いやだ雑談配信でさ、うん、なんだろう、そのトークじゃん、歌物って別に笑い結構取るの難しいのよ、うん、だから松任谷由実の普段の喋り方をマスターして、うん、そこでなんか MC っぽく喋って、その後それぶっこんだら笑い取れると思うよ、いきなり喋りかっていうか、松任谷由実が喋ってる動画がなかなかなさそうだね、うん、あるかな。いやあると思うよ、ライブとかの MC とかだよ。 あマイクはねこれがいいと思う。これね2500円で、あのマイクは本当はあの高いの買った方がいいんだけど、オーディオインターフェースをに金かけた方がいい。で俺は2500円、これ2500円の元がいいでしょ。だからねマイクの性能よりもオーディオインターフェースにお金かけた方がいい。例えば4万円のコンデンサーマイクとか使っても意味ない。それよりも1万6000円でヤマハ買った方がいいっすね、うん、そう。俺ね三輪明宏のモノマネすごいハマってた時期があって、うん、三輪明宏すごい自信があったんだけど、うん、三輪明宏がなんだろう、あるのよモノマネやるのって、うん、例えばウナとか安定して出せるじゃん、うんうん、だけどね三輪明宏最近できなくなっちゃったんだよね。じゃあちょっと久しぶりにやってみようか。三輪明宏、三輪明宏やる、うん、いやあのね三輪明宏ってさ独特の低音と高音、そうビブラートと、そう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 ね、ちょっと難しいんだよ。今日できるかな、ちょっとやってみて。いつもちょっと待って、いや今日ダメな日っぽいな。ダメだな、今日できないな。今日ダメだ。よいとまけっつうかね、あのね俺三輪明宏のトークが好きなの、うん、すごい面白いの。似てた今、いや昔めちゃめちゃ似てるって言われたの。できるかな、うん、似てるぞって。最近ダメだ、今日ダメ、今日三輪さんない。もっと似てる、もっと似てる、普段もっと似てるんだけど、あと矢沢永吉とかもモノマネすごいやり覚えたいね。矢沢永吉は本当にトーク面白いの。光くんは簡単、3倍目光くんはやって伊勢っつって、ワンさんバイさんバイさん、いや面白いっすねって、あいこ。光くんはねそんな難しくない。あ、光さんの枠ね、行ってね、うん、あのボクシングで会えなかったの残念です。あの目、うん、あの早く治す、本当に治すの、あの待ってますって言ったらね、うん、あの返事してくれた。そうかそうか、あそれはカンホさん会えなくてすいませんみたいな。光くんいい子だから。うん、うん、長渕はね、なんだろう、長渕のネタで俺すっげえ好きなのが、あの長渕がさ、あの桜島ってあるじゃん、桜島ライブっていうの毎年やって、そう九州の桜島で、うん、すっごい人数集めるのよ、うん、もう知ってるでしょ、一晩中やるんですよ。そうそうそう、でそこで長渕がギター持ってね、あの日本人の心を忘れてねえかってかっこいい入るのね。おお長渕さんかっこいいと、うんうん、日本人の心を忘れてねえかって言ってギター持って、うん、日本人はアメリカかぶれじゃねえって、うん、アメリカにかぶれるんじゃねえって言った後に、うん、ね、俺の愛犬を紹介するぜ、カモンレオって言ったの。カモンレオだよ、俺嘘でしょと思ってね。そしたらその後レオを呼んだ後に、聞いてください、クロージョアイズって言って思いっきり英語だよ。で最後ハーレーダビッドソンで帰ってったの。びっくりしたよ俺、天才だなと思ったよ。お前が一番アメリカにかぶれてんだろうみたいなさ、なんだろうねあれ。天才っているんだよ天才って。あ、見た目から入るんだ。あ、面白いよね、天才だよね長渕さんね。
まあ、キャラクターが濃い人は真似されやすいんだよね。まあ、濃いね、長渕さんはね、うん、濃い長渕です、濃い、ね、長渕矢沢、矢沢、うん、長渕矢沢濃いね。三河健一とか、まあまあまあ、まあ、定番だよね、うん、三河健一、うん、じゃあ多分ね、俺がね、またね、長渕のモノマネよくやるから、そういう風な印象がついちゃってんだよ。キャラクターがついちゃってんの。別に長渕のモノマネやってるつもりない。バカありがとう。アイテムありがとうございます。ありがとう。かわいい、シャカちゃんとペコちゃんだよ。仲良くなってるけどね、シャカがね、うん、もう俺が名前呼んでも返事しなくなったね。嘘、本当に。いやだから、ペコとつがいになったからじゃん。シャカ、ほら今まで呼んでたでしょ、うん、ピッて言ってたでしょ、ピッて言ってた、したか、ほら不思議でしょ。じゃあれじゃない、いやだから、うん、あれなんだよ、いいペコのことパートナーになったから魔法が解けたんだよ。あ、だからもう泣きそうだよ俺、今までベタベタだったじゃん。いやだから魔女の宅急便出てくるじゃん、うん、黒い猫、うん、ジジは喋れなくなるでしょ、うん、パートナーができたら喋れなくなったじゃん、魔法が解けたんだよ。あ、魔法なのか。そう、あれはそういう話だ。だから最後までキッキーはさ、うん、最後飛べるようになるけど、ジジとは最後会話できないんだよ。へえ、あー、そっか、そう、つがいになったから性格変わっちゃった。変わっちゃったのか、うん、残念だけど ね、でもまあ、うん、ねえ、あれ深いよね。だから俺はもうほんと魔女の宅急便の気分だよ。釈迦の魔法が解けたんだよ、釈迦と会話できなくなっちゃった。悲しいよ。え、でも手乗りにするとベタベタ。いや、手乗りにするイコール、うん、俺とつがいになってる状態の釈迦と、うん、だけど今要は同じ部屋になってペコをパートナーとして認めたから俺の手に乗らなくなったってこと。あ、うん、手にも乗らないんだ。手にも乗らないと思う、多分呼んでも来ないから。だから、あ、そっかそっか、魔女の宅急便深いよね。魔女の宅急便いい話だよ。女の子は子供の頃魔法が使えるって話だから、うん、でも恋をすると魔法が使えなくなる、うん、そういう話ね。別の魔法がかかる。小さい頃、急にぶっ込むのやめてくんね。ふわくじ外れた、うん、ダメだった。100万円、多分アイラかテルじゃないの。深いよ。恋をすると魔法が使えなくなるっていう設定はいいよ。でも好きな人のために魔法を取り戻すっていうのが良くない、うん、トンボを助けるためにその使えなくなった魔法を取り戻すっていう設定がすごいいいよね、うん、不惑寺デキレースの気がする。前もアイラ、いやデキレースっていうか、まあ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 、もらう数が多いっていうのと確率的に高いっていうのと、うん、まあねえ、アイラが稼いでるようなもんだから。青山外れた、あ、誰が当たったの、またアイラかな。まあでもまあもらってる、まあアイラが稼いでるサイトなんだから別にいいんじゃない。まあでもちょっと夢ねえよな、俺みたいなさ、なんだかわかんない名前のしか100万当てた方が絶対面白いじゃんね。ジブリ昔の方が好きだった。いや、あのね、風立ちぬ見た、最高傑作だよ。宮崎駿最高傑作は俺は風立ちぬだと思う。中盤グダグダだけどいいっすよ。もう涙止まんなかった。俺映画で初めて泣いたのも、あ、初めてではないけどもう3回ぐらい号泣したし、ね、映画館自体に3回通ったのも風立ちぬが初めてだね。もうこれはもう見ておかないとと思って。そうなんだ。いや、すごい良かった。あれは本当の天才。風立ちぬ金曜ロードショーでチラッと見たぐらいかもしれないな。うん、千と千尋は 絵の勝負がすごいね、うん、絵で勝負したね、見せるって。ストーリーはまあ相変わらずぐっちゃぐちゃだけど、もうポニョとか千尋とかハウルとかもうストーリーめちゃくちゃ、もうでもね、ストーリーがあんだけめちゃくちゃで、あの物語が成立してるっていうのは宮崎駿ぐらいだと思うよ。起承転結無視してるからね、あの人は。
ルリさんいらっしゃい。いらっしゃーい。ホタルの墓はね、高畑勲さんね。高畑勲。もともと、宮崎駿の師匠っていうか、上司だった人。東宝時代の。で、ジブリ作るきっかけっていうか、独立するきっかけが高畑勲さんの。高畑さんがもう独立するって言って、ついていったのが宮崎駿の。うん。あ、そうなんだ。知らなかった。うん、へえへえ。あ、かいほちゃんって、ルリーありがとう。便所さんに見えた。誰が、うんうん、いや、スタジオジブリっていうか宮崎駿深いよ。やっぱり復帰はね、毛虫の話じゃない。毛虫のボロはもう作り終わってる。あのジブリ博物館で見れるの。今やってるのはね、なんだっけ、もうコンビニとかで本置いてるよ。原作はもう出た漫画で、なんだっけ、誰か知らない？生きるということ、なんだっけな、生きるがテーマなんだけど、なんだっけな、今作ってるよ。なんか小難しい話を。今度はほら、PC でやってるんでしょ？なんか。あ、パソコンで、あ、ケムシのボロで CG を取り入れた。うん、今だから CG でも絵描けるようになってる。あ、宮崎さん。そう、天才だよ本当に。あんだけ嫌ってたのに。なってて。そう、ね。そのドキュメンタリーに出てるよ、宮崎駿が CG で絵描くとき。あ、本当。もう天才らしいね。そう、PC で絵描く人から見たら初めての動きじゃないんだって。あ、そう。うん。ペンタブ使って。ペンタブ使ってんの。うん、で、面白い面白いっつってようやくペンタブ使い始めたんだけど、まあ天才っているんだよな。ケムシのボロは確かね、どの時に作ろうとしたんだっけな、もののけ姫の時の、もののけ姫の時にケムシのボロの原案出してきて、で、鈴木敏夫が確か、もののけ姫の方、うん、アニメーター大変よ。給料安いらしいよね。うわ、もうボロカスだよ、うん。だってもうダブルワークっつうか、アルバイトしながらやってるぐらいだよ。うん、俺身長170、身長170センチ。私163センチ。まあまあそれくらいだろうね、うん、ロリコンだよ、ロリコンだよ。めちゃめちゃ有名でしょ。絶対ロリコンだよ。宮崎駿を。いや、ロリコンでしょ。あ、そうじゃなかった。あんなに女の子かけないよ。だから女の人が怒るよ。あの魔女の宅急便見てても何見てても、あんな女いないって世の中に。駿さんってさ、独身だったっけ？いや、子供宮崎五郎がいるじゃん。あ、そっかそっか、そうだよね。奥さんいるよ。そうだ。めちゃめちゃロリコンだよ。有名だよ。でもドキュメンタリーやってた時一人暮らしっぽかったよ。なんか家族映さない人だもん。あ、うん、ロリコンじゃないとあんな少女を描けないでしょ。だから毎回女性キャラクターは一緒じゃん。気が強くて清廉潔白の女の子って。シータもさ、キキも全部一緒じゃん、うん、宮崎駿の理想の女の子だよ。宮崎五郎はちょっと才能なかったな、俺の中では。あれ、なんてタイトルの映画作ったんだっけ、アリエッティと、なんだっけ、ゲド戦記。あ、ゲド戦記はデビューだけど、ゲド戦記ひどかったね。アリエッティはそんな悪くなかったけど。いや、でもゲド戦記の歌が私好きで、あれはよかった。CD 買った。よかったよかった、うん。あれはもうプロモーションビデオだと思ったもん。あの歌だけのための映画でしょ。あの歌いいよね。うん。うん、ぶっこんでいい？いいよ。ここあ、もういいや。例えよ。巨乳シータ、ナウシカだけじゃないよ。シータなんか、よく見てごらん。最初貧乳なんだよ、シータって。天空の城ラピュタ。どんどんおっぱいでかくなっていくから面白いよ。キキもね、どんどんおっぱいでかくなっていくの。最後、巨乳化するっていう。あれはね、宮崎駿のマジックだよ。気づいたら巨乳になってるんだよ。え、それはその物語の間に育っていくからってこと。育っていくっていうかね、宮崎駿の世界観で、うん、やっぱり巨乳が好きなんだよね、う
そう、要はね、それはね、意識してやってるんじゃなくて、やっぱりおっぱいどんどんでかくなっちゃうの、書いてくるし。うん、あ、クラリスか。クラリスも巨乳だね。そうだよ、意外とね、よく見るとね、おっぱいどんどんでかくなってくる。ナウシカはもともとでかいけど、いやー、ゲド戦記はひどかった。ゲド戦記はもともと宮崎駿がどうしても作りたかった作品なので、作れないからナウシカ作ったって言われてるのね。だから宮崎駿をぶち切れたらしいよ、息子に作らすって言った時。あ、そうなんだ。そうだよ、ゲド戦記をもともと原作をやりたくてやりたくて仕方なかった人だ、うん、ゲド戦記は原作があるの？原作あるあるある。あ、で、ジブリで書かれたのは中盤なの。だからゲドが主人公じゃなかったでしょ。あの、なんだっけ、おじいさん役で出てきたじゃん。あれの若い頃が本編なんだよね。勝さんいらっしゃい。生活保護についての配信拝見しました。今日はおっぱいについて。あ、ジブリですね。ジブリについてですね。はい、ちょうどおっぱいのとこから見たのね。ゲド戦記は2時間にまとめらんないでしょ。4時間ぐらいの。もっと長い、もっと長い。もうシリーズがすごい。だってナウシカだって、あの漫画原作読んだことある？あ、なんかね、置いてあるのは見たけど読んだことはない。でしょ、あれ2巻分ぐらいだよ、映画になってるの。あ、そう。だから3部作7巻ぐらいまであるんだっけ。7巻ぐらいまである、うん、7巻まである、まとまらないんだよ。だから原作の方が面白いよ、ナウシカは。ナウシカはあの最終的にあの国っていうかね、世界と戦うの、うん、原作面白いですよね、勝さんね。そう、要はあれは一回滅んだ後の世界の旧人類と新人類の戦いの。アキラはそうでもないかな。アキラは結構まとめてる方かもしれない。アキラこの前 YouTube で見た。面白いでしょ、アキラ。あれはすごい作品だよ、あの当時。激烈ブリンさんっていうリスナーさんがいるんだけど、うん、アイコンが、うん、ほらアキラのね、あの女の子ね、女の子、うん、ハンニバルさんいらっしゃい。そうそう、解放が部屋片してくれて綺麗になったよ、うん、足元綺麗。すごいね、うん、久石譲も天才だね、本当にね、うん。でもね、今度あの久石譲が作曲した、うん、あのゲームのねやつが面白いんだよ。ゲーム？ゲーム、あのジブリのゲームあるよね、 RPG で。なんだっけあれのオープニングの音楽が今話題になってて、久石譲ひどいっていう。要はドラクエのテンテテン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 ってあるでしょ、うん、あれと同じ配慮なの。テンテテン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 みたいなね、なんかね思いっきりパクってきてて、今ねパクリだパクリだって話題になってるの。ドラクエ風に入ってくるの。もうどっからどう見ても初見さんが見たらドラクエだって思うけど3秒聞いたらあ違うっていう、うん、アーキレナウシカアニメより原作、うんうん、事件の最中と社会復帰後ニコ生時代世話してた女性、世話してた女性って言い方、元カノでしょ。どうして別れたの、会わなかったからでしょ。かぶるけど、現場対戦がキャラや雰囲気かぶるけど違う。ああどうなんだ、大友さんなのかな、わかんない、現場対戦見てないから。でもアキラは結構後世の作家に影響を与えてるから、うん、なんかパクったんじゃないの、世界観。読むの疲れるよね、ナウシカ。なんか絶望的じゃん。要は神様を殺す話なの、ナウシカって。神と出会うの最後で、神っていうのは旧人類なんだけど、うん、旧人類って俺らのことね。あ、旧人類が私たち。そうで、俺らが核戦争で滅んだ後の世界がナウシカの世界の数千年後、うん、でナウシカたちっていうのは、うん、旧人類が要は世界が浄化された後に呼び戻すため、うん、要はね酸素が毒なの。あ、なんかマスクしてる。ね、ちょっとそこは違うんだけど、うんうん、まあ簡単に言うと、あの人類のために作られた人類の、そうで怒るの、ナウシカが。そう、私たちは人間だっつって、うん、あ、キ
ャラデザが大友さんなんだ。じゃあまあ絵が似てるってことだね。世界観じゃなくて、あの絵が同じだってことだ。アキラ見て老人 Z が読みたくなった。老人 Z って何？いや、なんかキャラデザインは、うん、江口久志だっけ、あの可愛い、あの絵を描く人、分かんない、イラストレーター、江口久志、うん、っていう人がやってて、うん、で原作が大友さん、うん、老人 Z って昔、うんうん、やってたやつで関連動画で出てきて、うんうん、あ、これも見たいな、今度時間ある時見ようって思ってそのまんま。いやー、俺鳥山明シリーズ影響受けてないと思うよ。うん、金田のバイクは最高のね、いまだにデザインかっこいいもんね。成田さんのステッカーが貼ってあるんだ。そう、あのホイールの部分に。あ、うんうん、だからバイク好きがね、よく成田さんに来てステッカー買ってくんだよね。うん、あ、番号を微妙にずらしてる。はいはいはい。これはあんまり影響を受けたとは思わないな。うん、鳥山明の人造人間シリーズ、今日何やろうかな。トレーニング。トレーニングがいいや。いい、うん、あ、まだ足首痛い、うん、ジブリは僕多分一番詳しく語れますよ。みんなが驚くような話いっぱいできますよ多分ね。エヴァンゲリオンとジブリ語らせたら多分最強だと思う俺は、うん、ナシカ見たくなってきたって。ナシカ面白いよ。かわいい鳴き声、ピョンピョン、うん、ラピュタいいね、うん、冒険活劇書かせたら宮崎駿の右に出るのいないよ。でその冒険活劇の最高傑作がラピュタでしょ。例えばその宮崎駿、意外と知られてないのってラピュタとエヴァンゲリオンの監督が作ってた、なんだっけな、ナディアっていう作品、あれ原作実は宮崎駿なんだよ。でもっと言う、ナディアっていう作品ってブルーウォーターっていうのが出てくるでしょ。で男の子は飛行機乗りでしょ、ラピュタじゃん。実はあれって原作 NHK から依頼来て、宮崎駿が原作を書いててジブリが作る予定だったの。で原作書いてる途中でNHK から依頼が来たけど、これは自分で作るって言ってバックレたの宮崎駿が。あ、そうそう、こんな面白いのは俺が自分の会社で作るって言って下げちゃったの。めちゃくちゃでしょ。でプロットって言ってその原案が NHK に残ってて、孫受けで庵野が作ったの。だから実は庵野っていうのは宮崎駿のプロットで作ったのがナディアの。知らなかったでしょ。知らない。意外と知られてない。だから庵野が作ったラピュタがあれなんですよ、ナディアなんですよ。イメージボードってプロットだよね、プロット、うん、そうそう、イメージボードだね、うん、あれはナウシカの後の世界描いたって言われてるよね、うん、そう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 、全く同じなの、うん、初めて知った、うん、だから設定がすごく似てるでしょ。なんつうの、終わり方とかさ、まあだから監督が違うと同じ原案で監督が変わるとここまで作品が違うっていう、もう面白い例だね。師弟対決にもなってるし。そう、同じ設定を与えて同じ別の監督が作るとあんだけ世界観が変わるっていう、うん、巨神兵東京に現るは鈴木敏夫が依頼したの。もともと特撮をずっとやってて、あんのが。で、持って行ったんだよね、鈴木敏夫が。要はね、後継者争いをしてて、鈴木敏夫が。ジブリの後継者誰にするかっていうことで。要はね、あれはね、あんのにジブリ引き継いでくれっていうすり寄りなのよ。だから金を出してんのはジブリだよね。もともと庵野がそのナウシカの2部作目を作りたがってたの、ずっと。で作らせないって言ってて、要はコッパ野郎、てめえこの野郎って宮崎駿が庵野をディスってたの。てめえみてえなコッパに作らせるわけねえだろっつってたんだけど要は宮崎駿の死期が近くなって後継者がもうみんな独立しちゃって、で
まあ安野さん頼みますよっていうことだよね。そう、いやこっぱやろうっていう、いや結構ひどかったよ安野の扱い、うん、あそうだったんだ、うん、トトロじゃないですよ、解放ですよ、トトロでー、うん、解放だよ、いらっしゃい、エルミーありがとう、風船ありがとう、うん、こんにちにゃー、解放でーす。じゃあ例えばトトロとかも知らない設定あるけど、もののけ姫の小玉ってカタ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 っていうやつ覚えてる？真っ白い妖精。あ、なんとなく覚えてる。みんなわかる小玉って、あのナウシ、あのもののけ姫の森の中でさ、木の妖精、カタ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 って首やる可愛いのいたな。あれがでっかくなるとトトロっていう設定があるんだよ。あ、知らないでしょ。そう。知らない知らない。そう。何でそんな知るの？いや書いてある、いろんな雑誌とか、うん、ジブリのほら雑誌とか調べるの好きで、うん、そうそうそう、それは宮崎公式に、ジブリが公式で言ってる、うん、あ、てかドレさんへのドリンク、初めさそれ空き缶だと思ってたんだけどさ、ドレさんへのやつこれ、はいはい、何くれんの？いや欲しかったらあげるよ。あ、マジですっぽん、うん、あ、じゃあもらう、すっぽんドリンクもらいました、和道さんから、うん、赤マムシもあげようか。え、いいの？だっていいよ、もう一本あるから、うん、赤マムシもあげる。あ、ありがとう、赤マムシとね、すっぽんもらっちゃった、ますます元気になっちゃう。これ130円、駄菓子屋で売ってた。これドレさんにプレゼントと思ってスッポンドリンク買ってきた。やっぱロジクール見えるのいいね。見えるのいいってどういうこと？見えるのっていうか画像。画像が ロジクールだよね。ロジクールだよ。何を言ってんの？あ、だからあの千円のカメラ。うん、あと白っぽくなっちゃってたの画面が、はいはいはい、うん、薄ら白いっていうのかな、うん、ロジクールか、大人の人にはなんで見えないのか、あっていうかもともとね、あの宮崎駿って精霊信仰があるっていうの知らないでしょみんな。だから部屋の中に入るときに誰もいないときにおはようとか言うんだよ。でカーテン開けて今日も元気だねとか、要は宮崎駿って妖精見えてんの、あの人。だからあの人が見えてる世界観をアニメに落とし込んでるだけなの。あの人精霊信仰あるの、うん、見えてるんだよ宮崎駿は。意外と知られてないよね、うん、駿は見えてるんだよ、トトロとか。見えてるかどうかは別として、そういう信仰があるの。要はあの日本人の昔持ってたあのつくも神とかさ、八百万の神とか、いや要は幻想なんだけど、いいじゃないそれは、宗教だから。今さ、いいピヨピヨピヨっていう鳴き声したのって、うん、あのペコ、今のはペコだね、あの求愛のやつ、歌ってる方はペコ、あ、釈迦はキッキって強く鳴く、呼んでる時、うん、でももう鳴かなくなった釈迦は。あ、そう、うん、ペコと一緒にいてから、もうよく使いになったね、うん、代々木公園じゃないと思うけどな、多分あの吉祥寺の方だと思うよ、あのよくいる方は、うん、本当ってなっちゃうんじゃなくて、有名な話だよ、ドキュメンタリーとかでも書かれてるよ、うん、本当か嘘かじゃないんだよなそこ、うん、こっちが釈迦、うん、ちょっと開いてみ、ジブリはね、吉祥寺じゃない、三鷹だね、三鷹と吉祥寺とかあの辺だね、アニメ会社があそこ辺、あそこら辺に集中してんの。釈迦さん、釈迦さん、釈迦さん、キリクって分かんないな、うん、そうそう、武蔵堺だっけ、うん、鳥の釈迦はあの仏教の釈迦、釈尊から来てる。
あ、この前のんちゃんと言ってた桜の道行ってみたいな。めんどくさいわ。めんどくさい。うん。夜ライトアップされてると思うよ。お、いいね。うん、そう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 。脳世界にも書かれてるでしょ。そうそうそう。うん。ていうかもともと日本人が持ってた視点だよ。あの古い日本人が持ってた視点。はいはい、また来てね DJ さん。もしよかったらフォローして。5キロ担がないとね大変なんだよ。外配信は俺機材が重たいの。あれで5キロでしょ、あのでっかい持ってみればいいじゃん。バッグの持ったでしょ。重たかったでしょ、うん、あれせよ、あれにあの旅配信はあれにほら服とか全部パンパンにも詰め込んで、うん、合計12キロぐらい背負ってんだよ。12キロ、うん、すごいね、それで歩き回ってたの、ね、日本。いやすごいよ、足パンパンになるよ、うん、10時間ぐらい歩くから。あ、10時間いやだって歩かないと、うん、あ、そっか。マガありがとう、ハッサクさん。アイテムありがとう。電車乗らないの？電車乗ったよ、うん、でも結局電車の中って配信できないから、うんうん、あれだよね、福島行った時あれだよね、エナタムさんと会ってたよね。会ってる会ってる。エナタムだって付き合い古いもん、もうだってエナタヌが東京でライブやってる時も行ったし俺。あ、本当。昔から知り合いなんだよ、うん、エナタヌとは、うん、あ、今度レクチが4月の8日にライブやるよ。知らないよ、もう俺のリスナーじゃないんだもん。なんで俺に言うのよそんな。知らない、行かないよそんな、ね、レクチ全然顔出してないから。いや一切顔出してないよ、うん、知らない、去る者は追わないから俺。ねえ、お茶入れてくるわ。うん。つけて。はい。あ、はい、いやいや。もうヘッドホンで聞くとすごいいい感じの音がする、この音楽いつものね。あ、今日は解放が来てます、こんにちは、よろしく。イヤホンヘッドホンって何ですか、何だろう。あ、私もよくわかんないな、ヘッドホンからね。あ、カイホンさんってタムタム、こんにちは。あ、はじめまして、和道さんの弟子のカイホンです。こんばん、あ、こんにちは、よろしくお願いします。今日はね、和道さんちのクリーンレディお掃除に来た。で、お掃除終わった、ピカピカになったよ。カメラいじるとちょっとねあれだから、床とかねもうゴミだらけだったけど綺麗にした。よいしょ、だいぶ綺麗になったよ。クリーンレディキッチンはやね、あのね綺麗だったからやってない。あ、これからよろしくです、カイホさんって。ありがとうね、タムタム、ありがとう。お掃除お疲れ様でした、ありがとうね。結構やりがいがあるからね、和道さんちはね、お掃除。もう床がねゴミで散乱してるから、ゴミと缶とねペットボトルで散乱してるからね、それをね一つ一つ集めてね、掃除していくんだよね。キッチンクリーンレディじゃなくてね、あのお掃除屋さん、
まあ、和道さんちの専属お掃除屋さんって感じかな、まあ、専属じゃなくてね、あの中西マンさんちとかアメリカ人さんちとかね、お掃除していたこともある。あと便所太郎さんちもお掃除した。アグリンの部屋も掃除してやるよってアグリンちゃん、そうだね、もし今度あれだったら掃除行くって言ってみようか。アグリンちゃん、いいね、なんか配信者、あ、リスナーさん同士で仲良くなってるのいいね、和むね。あ、2万出すから私の部屋も掃除してって。あ、名前読めない、名前読めない。え、お住まいどこなのかな、名前わかんないさん、ふさん、ふ、じゃがんすさん。あ、かいほさんお疲れ様です。さっき書き忘れた、ありがとねのラブ、ありがとう。ノンラブかわいいよね、あのサムネすごいかわいいし、名前もかわいい、合ってる、すごい。ノンラブ赤いんだよ。ノンラブ、そうだよね。ノンラブあれだよ。22、23じゃないの。10代だよ。10代ノンラブあれだよ、草頭いいんだよ、あれ医者の卵だよ。あ、本当にあれ医大かなんか行ってんじゃなかったっけ。あ、なんか確か、うん、うん、はい、ね、私さ、あとでじゃあタバコ買うからさ、1本もらってもいい、うん、いいよ、はい、あ、ありがとう、うん、ノンラバーカスコだよ。褒められてるよ、ノンラブちゃん。アグリンの部屋、アグリン部屋汚いんだ、うん、部屋、そうだね、散らかってるね、うん、アグリンちゃんはね、一緒に岡崎体育のライブ行ったの。へえー、岡崎体育が誰だかわかんないけど、ミュージックビデオっていう曲知らない？わかんない。クリエーション、クリエーション、クリエーション、音楽と、クリエーション、クリエーション。あ、わかんないな。わかんないか。うん。去年ぐらいにそのミュージックビデオ自体が話題になって、MV が。うん。うん。かなり、だからライブも、ZEP、うん。うん。ZEP のお台場。へぇ。
メスピって燃費良さそうだね。アメスピは 1.5 倍から2倍ぐらい葉が詰まってるって言われるから。あ、そうなんだ。あの増粘剤っつっても燃えるのが入ってないのよ。あの普通のタバコって口当たりを良くするために、うん、あのガソリンみたいに、まあ、簡単に言うと燃やす葉っぱを燃やす火薬みたいのが入ってるのね、うん、それが3分の1ぐらい入ってるんだけど、これは入ってないから葉巻とかに近いな、本当のタバコ、昔の人が吸ってたタバコ、ね、へー、うん、だから吸うの強く吸わないダメでしょ、うん、吸うって。そうだね。JT のタバコ吸えなくなるよ、アメスピ吸うようになると。本当に。あ、JT じゃなくてアメスピはなんだっけ、フィリップモリス。フィリップモリスなのかな、どこなんだろう。どこなんだろうね。確か JT の企画と違うから値段が高かったような気がしたけど。ほら、約 25% 多く使用と書いてあるでしょ。100% 無添加。あ、書いてある書いてある。農薬使ってない。あ、そっか。TCP で何時からかな、ちょっと覚えてないな。夕方からだったと思うね。でもね、あのもう名だたる配信者集まってくるから、ふわっちで多分一番集まると思うよ、人数が。あのちょっと待って、今企画書読むわ。テル。テルテル、どこだ、テル。ちょっと待ってね、企画書読むから。あれ、あーダメだ、時間が経って企画書読めねえわ。ファイルが消えちゃってる。ダメだ、ごめん。まあテルの枠でやるから、多分ね。うん、まあ多分閲覧バーって伸びるからすぐ見れるよ。まあどうせ俺がぶったたかれるだけだからさ、和道帰れ和道帰れとか言われてるだけでしょ。和道リスナー気分悪いっていう。え、そんなにテルさんの枠で開くと和道さん叩きすごいの。いや、他枠に出ると俺結構叩かれるよ、なぜか知んないけど。あ、そうなの。うん、いい葉っぱ使ってるっていうかね、無農薬で本当に天然で農家で作ってるから高いんだよ。アメスピアだからタバコ好きな人が吸うタバコって言われてる。私はハイライトメンソール、ハイライトだ、うん、のメンソール、グリーンのやつ、うん、渋いタバコ吸ってるね。なんかね、スースーした感じがちょうどよくて一番、うんうん、それでなんか、あとまあ安いのもあるし、ハイライト安いイメージないけどな。あ、420円かな。あ、そ、安いね、うん、アメスピはいくらだっけ。アメスピは一番高い480円かな。あ、そっか、うん、昔から高いね。いや、慌てて出てきたからアメスピのやつやってくるの忘れちゃった。あ、リストバンド、うん、リストバンド。企画書見れないんで直接時間とか場所聞かないとダメだね。そうだね、うんうん、アーグリン来たよ。アーグリン、カフが来てる。こんにちはこんにちはこんにちは、いらっしゃい。今度アーグリン家お掃除させてよ、っていうか遊びに行かしてよ。こんにちはって。こんにちは。あ、奥さん、はじめましてって、レモンさん。あ、奥さんです。
犬だっこさんもこんにちは。うち最高につやかしてるよ。オッケーオッケー。あ、てか今日テルの家行こうかな。どうしようか。テル放送やってないよな。テルの家行ってサンドバッグ。あ、まあ夜になるから無理か。テルの家泊まりに行こうかな。どうしよう。じゃあ帰り道ほぼ同じだ。家近いんだっけ、テル。っていうか同じ駅。同じ駅、いや駅知らない。え、どこだったっけ、テルの家ってどこだっけ、駅。埼玉でしょ。埼玉のどこだったっけな。なんか駅からすげえ歩くんだよな。すげえ遠いの。なんであそこ選んだの。国道かなんかすごい歩いてる。そう。パルパルさんを見た。すげえ距離あるんだよね。うん、あ、車で住みやすいからだな。まあ車持ってるからね、出るね。埼玉川口だ。あれどこだっけ、越谷だっけ。私川口だよ。あ、じゃあ近いじゃん、うん、川口駅。駅、そう。え、じゃあ近所住んでんの、出ると。そうだから今近所だから分かんない。前に借りてたアパートはもう目と鼻の先だったけど。前に借りてるアパート知らないわ。なんか埼玉住んでた時あったじゃん。うん、いや知らん。知らない、うん、去年。へえ、うん、だから、あ、うちの近く歩いてると思って配信見てた時。へえ、テル何やってんだろう。電話してみれば。電話してみようかな。うん、テル電話してみっか。テル人、テル人どこだ。寝てっかな。出ないな。出ない。あ、出た。もしもーし。はいはい。今日何やってんの。今日は何も予定ないけど。嘘。いや、遊び行こうかなと思って。明日企画だから。え、明日何時からだっけ。前に旅行くから、うん、一緒に車で送ってってよ、テルの家行ったら。いい、うん、今日誰いんの家に。パル。今日はパルとシュマジロとマネージャーちゃうから。マネージャーちゃん、テルの。そう。ほん、どこ駅だっけ。住所さ、 LINE で送ってくんね。西川口。西川口、なんか歩いてめちゃめちゃ遠くなかったっけ、テルの家って。西川口まで来たら一回行けるよ、全然。あ、本当に。あ、じゃあ後で行くわ、夜。はいはい、はい、うん、駅2個違いだね。2個違い、うん、あ、じゃあ一緒に行こう、うん、うん、あれテル今スロット打ってんの。あ、そうなの、うん、いや、なんかそんな感じじゃなかったけどな、うん、家っぽかったけど。じゃあ今日はテルの家、テルの家後で遊び行くわ、うん、暇暇全然。じゃあ暇っつうか、まあ駅まで一緒に行くか、電車で、うん、え、テルさんち行ってみたいな。ダメか、聞いてみる、うん、LINE で聞いてみるわ、うん、テルの家開放も一緒に。うん、泊まりはしないでしょ。あ、泊まんない、泊まんない、うん、
パルとね、シュマジロウがいるって笑って、笑解放笑解放知ってたの？だってこの前も会ってるじゃん。会ってんの？あの格闘技の時も。あ、そこそこ、うん、うん、解放絡み難しいかな。難しい、うん、てかパルパルさんと会ったことやめておこうだって。あー、ほんとに、うん、いじりが難しいんだよ。ダメだって。ダメだった、うん、へこんでる。べっこり、グローブ持ってこうかな、じゃあ。あー、そうだね、あ、テルの家にグローブあるか、借りればいいのか。あとで叩こう。サンドバッグがあるの？サンドバッグが家にあるんだよ、出る。すごいね、うん、え、立てるやつ、スタンド型。スタンド型吊るす型は多分無理だよ、重たいから。サンドバッグはだからスタンドを立てて、うん、2階にそのサンドバッグ吊るしてるんだって、うん、テルに叩き方も教えよう。多分テル叩き方分かってないから。最近買ったの？いや、なんかリスナーから送られてきたんだって。わお、すごいよね。まあでも広いお家だから、ね、2階建てだからね、ね、うん、もう完全な一軒家だから、うん、あ、じゃあテルの家でカレー作るか俺。あ、いいな、カレー、うん、アドさんのカレー食べてみたい。新宿から、いや、めちゃめちゃうまいよ、いいじゃん、うん、いや、それもほら、さっき私の料理うまいよのあれだと分かんない。絶対俺の方がうまい。あ、そう、うん、あ、玉ねぎ炒めるのに2時間かける。いや、もうすごいよ俺の、めちゃめちゃうまいから。うわ、結構遠いな、こんなとこから来てんの。うん、何駅、新宿から1本。いや、だから新宿で乗り換えて、うん、埼京線乗って、うん、赤羽から1本1駅、うん、あ、うん、そっからバスで30分なんだけど。マジか、うん、カレーパーティーしよう。いいなぁ、参加したいなぁ。ダメだって言われたらダメだよ。やめておこうって言われちゃう。あ、45分か、そんな遠くないね、うん、うん、新宿から赤羽から西川口か。そう1時間ぐらいか。肉は俺は鶏肉と、うん、牛肉だけど今回鶏肉かな。うん、今回は鶏肉かな。じゃあテルの家でカレー振る舞うか。カレーパーティーだよ、カレーパーティー。今日は料理配信する、テルの家で。いいね、うん、作ってるところね、うん、テルのところはあのシステムキッチンじゃないけど、うん、今日テルの家でカレー作るか。どう、和道カリーを振る舞うっていう感じで。じゃあ準備すっか、行くか。もうそうだね、うん、ちょっとじゃあ今ね6時、あ、6時ちょうどよくない？どう、うん、そうだね、うん、まだ話したかったらいいけど1時間ぐらい。あ、本当？どうする？じゃあ、あと30分ぐらい、うん、じゃあ俺ペコと釈迦の餌変えたり、うん、ちょっと出かける準備するわ。うん、分かった。じゃあ喋ってて。はーい、あ、ちょっと待って、俺1回出る。TCP のカレーの感謝が聞きたいね。どんな味か、ね、気になるよね。絶対うまいって言うよ。本当？自信あるもん。おー、自信満々だよ、和道さん。
あ、隠し味とか作り方学べるってね。そうだね、配信だと見れるもんね。ね、楽しみだね。あ、ちなみに皆さん、私解放です、よろしくお願いします、こんにちは。あ、そうだねって、解放太った太った、実はね7キロぐらい太ったかな。あ、まさかインスタントじゃねえだろうなって。いや、それはないでしょう。作るところ全部配信するだろうね。残念だったな、解放。そうだね、明太ロックね、 OK 出たらよかったのにな。あ、解放優しくて好感持てるわ、ありがとう、嬉しい、ありがとね。あ、どうもこんばんは、こんばんにゃー、いらっしゃい、てつさん。あ、インスタントってルーのことだぞって。あ、ルー、和藤さん、ルーはインスタント使うの？ジャワカレーだって、ジャワカレーだって。うん。ああ、そっかそっか。ジャワカレーだって。ジャワ。ルーはジャワ使うんだって。うちバーモントだよ。これからてるちゃん。あ、そう。これからてるちゃんぴんの家行くんですか？和道さんが行く。だから帰り道だけ一緒に。辛そうって。あ、もろくそインスタントとか言って。いや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 。だって玉ねぎ2時間炒めになって。でもそっからうまそうじゃん。あ、お子さんいるの、海保さんは。あ、私ね、結婚してない、独身、罰もない。あ、海保も今度カレー作ってよって。 OKOK、 今度カレーじゃあ作る配信やろうかな。ねえ、なんで怒ってんだよペコ。俺だよ、お前の餌代を出しているものだよなんで怒られなきゃいけない。ペコちゃん、ペコが怒ってんの？ペコはなんか切れやすいんだよ。てかラブラブのところに手出したからじゃないの？いや、だからいいやつがいになってる。うん。ふざけんかねえ、餌代出してんの俺なんだよ。あ、そういうね、彼女いますかよ。解放カレーは美味しそう、ありがとう。そう、添い寝彼氏はいるよ、添い寝フレンド。てるさんの家行きたかったな今日。やめとくわって言われちゃった。そう、添いフレ、ソフレ。あ、へんへん、海保さんって人見知りないタイプですか？全然人見知りない、私。誰でもね、初対面で全然大丈夫。え、彼氏羨まーって。アグリン。いや、彼氏じゃないんだけど、添い寝をする友達はいるよ。
寄り添える相手入れればいいよね。そうだね、目開いてる、開いてるんだけどね、ちっちゃい目だからね。そう、あと今日ねノーメイクで慌ててきたからね、何にもやってない、すっぴん、すっぴんにリップだけ塗ってる。目一番開いてもこんくらいまでしか開かない。和藤さん優しいからいいよね。そうだね、今ね出かける準備をしているよ。釈迦さんとペコちゃんに餌あげたり、かいがいしく動いている。てかこの音楽いいよね、スムースフリクションっつったっけ。そうそうそう、ね、すごいヘッドホンしてても心地がいい。この曲作った人センスあるよね。あるね、すごいあるよ。和道とのりこって別れたの、まあそこは察しましょう。ななたん、いやでも今日は来た時にのんちゃんがいて、私が来たのと同時にすれ違いで帰ってった。非常に不愉快だって言葉を残して帰ってった非常に不愉快だって言葉を残して帰ってったんだってだってさ、窓がささーって開いてさ、何しに来たのって一言目、開口一番何しに来たのって言われて、いや掃除約束してたんだけどって言ったら、そのままパタンと閉まって、何しに来たのって言われた。セリフ帳のんちゃん面白い。今日はだからね、帰り冷たかった。じゃあなんか、あ出かけるのって言ったら帰るって言って、あじゃあ餌あげに行くのかな、じゃあ気をつけてねバイバイって言ってもね、振り返ってくんなんかバイバイしてくんなかった。今ね和道さんがねペコちゃんとシャカちゃんにねご飯あげてる。水とご飯、水とご飯だって。出たいの、シャカ、あーヘッチした、あそれ怒ってるねって、出らしいメラメラ。シャカどうペコ、今日はご機嫌斜めな日だったのかね。いやまあ私が来たっていうこと自体がまあ不愉快なんでしょう私が来たってこと自体が多分のんちゃんにとっては不愉快なんでしょう。うん、赤い方さんって血液型何？ A 型。のんちゃん久しぶり。違うよ、私は解放だよ。のんちゃんにとって解放とはなんだろう、まあ邪魔な感じなのかな。でもこの前の格闘技の時はわーって手振って解放って来てくれたんだけどね、あ焼きもちかな、女入れやがってって感じでかね。そうだね、大砲じゃないよ、解放だよ、白砲じゃないよ、解放だよ。
絶対笑ったまあ複雑、うん、複雑っていうか、まあでも私は別にほら和道さんと何があるわけでもなく、ただの弟子だからね、普通に掃除来てるだけなんだけどね。あれ、解放ステボロ2のステッカー持ってるっけ？持ってるよ。さすが。だって買ったじゃん。うん。こうやとはもう絡まないの。そうだね、今度またご飯行こうよっていう風にあれしたけど、レスがなかったね、配信の時。海宝さんは和道さんのどこがツボ？いや、博識で面白いし、すごい知識を持ってるし、優しいし、うん、すごい魅力的な人間だと思うよ。そうだね。そうだねって本人が言ってる。本人が言ってる。スーパースター。マイケル・ジャクソンだから。ね、こうやとも絡みたいね。こうやはもう大手だからな。そうだね、こうやがパッと出の頃にご馳走してあげたのにねって。そうだね、まだ6月の1日とかだったな、ま、去年の。そうそうそう。てかさ、あれだね、スケさんすごい装備だったね。誰？スケさん。スケさんは何？スケさんの装備。あ、はいはい、あ、そうそうそう。これ何？スケさん用に買ったの？あれ？これはあのサバゲーの時俺がプロテクターつけてるの。あ、そうなんだ。防御力アップ。へー。パンツと、パンツと T シャツでいいかな。うん。どこやともまた絡みたいんだけどね。またご飯一緒に食べるとか。あ、海宝さん大手になってね、ありがとう。大手になってみたいね。みんなの応援が必要だからよろしくね。なれるかな？なれるかな？なれるかな？どうかな？頑張んなきゃね。今夜やっちょで知ってたなって。あ、本当に。そっかそっか。やっちょさんとかね、金梅さんとかヒカルさんとかね。その辺の絡みでね、こうやくんってのし上がったっていう感じだよね。あいつは頑張ってたからな、こうやは。あー、すごい積極的に絡みに行ってたもんね。こうやはまあまあ頑張ってたから。うん、わかるよ。今どうなんだろう。まあだからあれだよね、難しいよね、やっぱ伸び悩んでるところじゃないの。ああ、本人が一番苦しい時だよ。ああ、そうなんだ。そうだよ。そっかそっか。解放は企画しないの？今度ね、メイク企画やろうかと思ってる体もう大手ですって。明太ロック、もうね、体はね大手だよ、大手。さっきトトロですかって言われた。寒かった今日。ちょっと薄ら涼しいぐらいだから、パーカーぐらいのものを羽織れば全然平気な感じかな。大手に行ってやねって、いいね、うまい。タムタムさん、うまい。認めねえよ。
あ、解放の心霊配信とか人気でそう。はね、最近そう、初め東京湾観音のね心霊配信やろうと思ったんだけど、今ね夜警備が入っちゃってね、入るとね警察来ちゃうんだって。あ、外配信厳しい時代だよねー。あ、それ似合うね帽子、かっこいい。やっぱりはい、心霊配信系じゃないでしょ解放は。今日なんか閲覧多いね。なんだろうね、誰もやってないのかな。どこに書いてある？ここ173名だから。なんでこんな多いんだろう。多いね。ただでもアイテムはまとめない、ね、アイテム、あ、アイテム、もしよかったらお気持ちいいんでアイテムいただけると嬉しいです。アイテムタイム、アイテムタイムとかはないけどもしよかったら恵んでください、うん、よろしく、うん、今から俺はね、あのテルの家行ってカレーを作りに行こうと思います。ありがとう、ありがとう、バーガーありがとう、ありがとうございます。あ、メンタルロックバーガーありがとう、ありがとう、菩薩さん花火ありがとう、ありがとうございます。パチパチパチ、ハートありがとう、みんなありがとう。解放性格いいからね。一郎さんありがとうね。メンタルロックさんもロードスターさんバーガーありがとう、ありがとう。カメラ一発でいいかな、持ってくの。どうしようかな。料理配信顔いる手元だけでいい。どうなんだろう。わあ、ありがとう、さアグリン桜花火ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。アグリンありがとう。まあ、テルの家泊まったら絶対あの寝坊はしないからありだと思うんだよね、うんうん、顔欲しい。2カメ持ってくか、じゃあ。オッケー、2カメ、カメラ2カメで行こう今日は。やりやすさは別に荷物が増えるだけだから2カメ持ってきます。2カメ、あと何が必要かな、うん、顔を定点で写しながら料理メインで写せばいいか。あぐパチパチパチって、うん、あ、風船100個も来てよ。わあ、ありがとう、みっこさん、ありがとう。じゃテルに伝えるわ、うん、8時ぐらいかな今から出たら。そうだね、今6時台だと8時過ぎる過ぎるぐらいかな。8時前後って送っとくね、うん、やっぱ新宿駅から大江戸線の、うん、JR までってやったら長くない？なあ、遠い遠い、うん、もう入り組んでるからしょうがない。優しくなったって、うん、そうかな、そんなことない。なんか別になんかよく言われるんだけどよくわかんねえな。なんかたまに言われるんだけどね、うん、昔よりも顔が柔らかくなったとか。あ、いいことじゃん。どうなんだろう、俺は別になんか変わったつもりないんだけど。ギラギラしてたんだよ。ギラギラしてたね、うん、わらわらさんはどつアイテムありがとう。あ、わらわらさんだ、風船ありがとう。あ、それよく言われる。ニコ生時代顔が怖かったってよく言われる。あ、なんでなんだろう。そんな怖いことやってたつもりないんだけどな。ギラギラしてたんだ。まあ野望があったからね俺には。今野望が叶ってきてるからちょっと丸く
丸くなったね、うんうん、よく言われるなそれ。私昔の和蔵さん知らないからな、あんまり。ああ、ふわっちからだもんね、知り始めたの。てる、うん、さん配信やってんの？てる配信やってないね、寝てんじゃない？そっか、うん、昨日なんかあった？てるなんか忙しかったのかな。昨日は配信、てるさん家配信やってたよ。うん、まあ、今日は俺テルの家でまったり過ごそう、うん、まあじゃあちょうどあと15分喋ったから行くか、うんうん、おしゃれ、いや俺普段おしゃれも何もないよ、普段全く一緒の格好だから。シャンピンやってる？え、どこで？やってる今。ワッチ？え、どこで？あ、本当だ。やってる。さ、どうするってタイトルでやってる。飯行こうかって。いや、飯行くなよ。俺のカレーは？まあでも8時に着いて作り終わるの12時ぐらいだから夜食で作ればいいか俺。ああ。うん。てか朝は美味しいんじゃない？一日経ったカレー。まあね、明日の朝飯で作ってもいいよね。うん。うん、まあいいかいいか、ほっとこう、うん、ここは。おしゃれじゃないよ俺。全然。ねえ、こんな T シャツいつも500円の T シャツ着て。あとはジーパンはまああれだけど。うん、いいジーパンでもね。うん。あれしょ？リーバイスの本店じゃなくて。リーバイス。606。うん、さっき畳んでて生地はしっかりしてるなて。すごいでしょ。これとこれがね全く同じやつなんだけど、洗濯してるのと洗濯してない、うん、ノンウォッシュってやつ両方とも真っ黒。向こうにあんのも生地同じなんだけど、水洗うと柔らかくなるのよ。そっちが洗ってない方かな、うん、で洗うとこういう感じになってる。うん、そう、これはもともと青、これが普通の定番って言われてるやつよ。うん、黒好きだね、俺は。黒しか身につけないね。まあカレーに込めばうまくなるね。まあ、ね、一晩置くぐらいが一番いいんだよね、うん、カレーは。2日目のカレーは一番美味しいって、うまい。ウェルドン・チェイミも言ってる。あれなんでかわかる？理由、うん、時間が経つからじゃないのよ。熱、浸透圧でしょ。浸透圧、だから熱を持って、ね、そうそうそう、吸収する。そう、冷めるときにうまくなるの。吸収するんだよね。そうそうそう。ペコちゃんとシャカちゃんがラブラブらしいよ。ラブラブだね。もういいね。子供産むといいけど、うん、もうシャカがおばさんだから。あ、人間でいうと40歳くらいでしょ。30後半か。え、鳥も閉経とかあるのかな。あるんじゃないの、わかんないけど。てかシャカはでもね、卵一回も産んでないから、うん、大事に育てたから、もしかしたら産む可能性あるんだよね。うん、テルの家ね、8時ぐらいに着くね、ルーツさん。で、向こうでカレー作って、明日テルの企画に出るから、寝坊したくないから、もうそのまま行っちゃおうと思って。だしをね、吸い込むの。冷めるときに吸い込むから。煮物とかもそうだよね。うん、8時ぐらいに向こうの駅に着くね。向こうの駅に。煮物とかもそうだね、うんうん、いや、ブスにしか相手にしてもらえないって。うちのリスナーさんで可愛い子いっぱいいるから、うん、私がレアケース。レアケースでもないけど、別に可愛い人いっぱいいるよ。ふーつ、かいほちゃん、ちゅうちゅう、ありがとう、うん、いっぱいいる、いっぱいいる。とんでもない美人とかモデルとかいっぱいいるもん。あ、モデルさんもいる。モデルもいるよ。へ、うん、だ、みんながびっくりするような美人いるよ。嘘だろみたいな。カレー何日置いても腐らないの。腐る腐る腐る。冷蔵庫入れれば、ね、冷凍だね。冷凍。あ、冷凍か、うん、カレーは1ヶ月ぐらい持つから、冷凍すれば、うん、冷凍庫にぶち込むのがいいね。タッパーに入れたり、そのジップロックみたいなの入れたり、うんうんうん、
あれじゃん、パルとかさ、うん、島次郎とか住んでるから、あのパウチに入れてね、うん、保存しておけば食えるから。そうだね、うん、もう住んでるんだ。いや一緒にいるよね、なんかパルとか島次郎とかよく一緒につるんでるよね、うん、1ヶ月ぐらい持つんじゃないの、冷凍すればカレーって。無理か、2週間ぐらい。いや1ヶ月平気だよ。平気だよね、だって冷凍だもん。ライン来たな。1ヶ月冷凍すれば持つと思うけど分かんない、なんか調べてみて。終わり終わり。はい、こんばんは。こんばんは、こんばんにゃー、いらっしゃい。解放です、よろしくお願いします。でもあれだよ、みんなじゃがいも入れたらダメだよ。じゃがいもは腐るから、でんぷんだから。あの物持ちいいのを作りたかったらじゃがいも入れたらダメ。俺は絶対入れない、じゃがいも。まあ今日作るから見ててよ。人参、ピーマン、まあまあまあ入れる。ピーマン入れないでしょ。ピーマン入れないか。人参、玉ねぎ、うん、あとは具。俺は具っていうか、まあ見てればわかるよ。おう、もうすげえうまいから。あ、マジで。あ、今日の俺カレー作って、島次郎とパルパルとテルに本当にうまいかどうか聞いて。あの本当にネタ抜きでうまいかどうか、もう絶対うならせる自信あるから。っていうか和道のカレー食いてえわって絶対言うから、1ヶ月ぐらい経ったら。あの本当に聞いていいよ、あネタ抜きでうまいのって。なあの男3人いるんだから。俺は普通に出すから、うまいよとか言わないから。普通の家庭料理でここまでうまくなるっていうのを見せてやるよ。初めてじゃん、ふわっちで料理配信やるの。あ、見たことないね。そうで、要は家庭料理でみんなが家で作ってんのと全く同じ具材でどんだけうまく作れるのか見せてあげる。1ヶ月大丈夫だよね、猫助さんね。私夏カレーだと、うん、ナスとかピーマン。ああいいと思う、いいと思う、うん、あとホールコーンとか、うん、彩りも良くなるし、うん、パプリカとかね、うん、いや俺のカレーはやばいよ本当に。和道カリーもう悪魔的なうまさだから。っていうかね、カレーじゃないんだよな、もうカレーを超えてるんだよね、俺のカレーは。カレーを超えてる、カレー超えてんの。カレーっていうかこれ和道だねって。和道っていう食べ物だから。和道って食べ物、辛いよ。辛いっていうかね、もうね、もう本当にそれはね、食わないと分かんないから、食ったやつに感想聞いてよ。食ったやつに感想聞くのが一番いいから。あね、ちょっとねカレーじゃなくなってるのもう。でさ、そしたら明日行くからさ、タッパーでちょっと分けて。ダメだそんな、うん、カレーを超えたカレーだから。いや食べてみたいな、うん。あ、辛口だよ、甘口なんかない。だけど野菜の甘さが出てるから、辛口でもあり甘口でもあるの。要はね、あのね、スパイスが浸透してないから辛くなるの。要は子供でも食える辛さなの。辛っとかじゃないの、もう汗が吹き出てくんの。要は甘くて食えるんだけど、野菜の甘さは浸透してるから、もう体中から汗が止まんなくなるの。あ、ラスイチだよ、うん、いいよいいよ、はい、いやもう見たらわかるから。でみんな作れるから、みんな作れるカレーだから、要はレシピ公開してあげるよ。和道カレー作り方教えてあげる。甘口も辛口もねえんだよカレーに。そう、要はね、辛口のスパイスが尖ってるの、甘みで抑えてないから、ああいうことになるの。お店で出すとしたら、まあ東京だったら750円プレーンで、まあ田舎の方だったら550円とか600円で全然いいと思うよ。全然いい。いや玉ねぎどこまで炒めたらいいかとか全部見せるから、
誰でもできるの。ただやらないだけなの、めんどくさいから。家でできるよ、家でできるよ、間違いなくできる。だからね、みんな手間暇惜しまないのよ、料理に。部屋綺麗になった解放のおかげで、ありがとうね。いいえ、また来月か再来月、まあまあいつでも来て、またほらのんちゃんが機嫌悪くなっちゃう。いいしょうがないよ、そんな、そんな気にしてたらダメでしょ、いや今からねテルの家行く。いや綺麗になったよ。今からねテルの家行ってカレー作るから。で明日テルと一緒に過ごす。煮込むのがめんどくさいでしょ。任せてください。鍋とか道具にこだわりとかある？まあまあまあ何でも大丈夫だよ、まあこだわりたいけどそこは、いや本当にうまいかどうか、じゃあぶっちゃけた話、うまいと思ってんの、まずいと思ってんの、みんなは。多分ね、みんなが想像を超えるリアクションしてくると思うよ。マジでパルとかがもうおかわりしまくるのが、そうそう、パルとシュマジロウとテルに振る舞うからカレーを。こんだけ男ガン首3人いて、男ってカレーにうるさいじゃん。だからこいつら3人がうまいっつったらうまいんだよ。肉なんだっけ？いやもう全部見せるから任せろって、任せろ、いやはっきり言って多分ねカレー作らせたらもう俺に右に出るやついないよ、俺だって世界で一番うまいカレー作る自信あるもん、家庭料理のカレーだから。いやまあ見とけよ、まあ見とけよ、男はカレーライス大好きだから、まあ見てて。だからまあ4人前、12人前ぐらい作ればいいんだろ。そんな大きい鍋あるかね。なかったら買うよ俺、テレの家にプレゼントすればいいじゃん、あそこ人たまるんだから。大鍋だね、こんくらい。まあ大鍋で ね、あのね料理はねでかいやつでいった方がうまくなるから、ただねちまちま鍋、ちっちゃい鍋でちまちまやってると火の通りとかもね、そうそうそう、良くないし。ココイチなんか全然録画残すよ、大丈夫だよ。カレーはだからね、向こうにテルの家に着くのが8時半からだから、8時半にカメラ回すから、もしよかったらフォローしといて、通知登録入れといたらピコンってなるから、もしよかったらみんなフォローして。では皆さん、アイテムありがとうございました。あのテルの家に向かいます。解放でした。解放ふわっちでひらがなで解放って検索すると出てくるんで、よろしくです。もしよかったら解放もフォローしてください。じゃあ皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。また後で。鳥四つです。8時半集合ね。